今日はね、このダートラリー 2.0 っていうね、ラリーシミュレーターをね、やっていこうかなと。前作のダートラリーっていうのをね、一応やってはいるんだよ。プレイ済みなんだけど、もう全く走れなくて。まあ今回ね、このダートラリー 2.0 で、どこまで走れるか、ちょっとね、やっていきたいなと。ハンドルは G27 を使ってやっていきます。で、H パターンシフトとクラッチでやるかどうしようかっていうところで、音がうるせえかなと思ってガチャガチャ。だから、パドルでやろうってこうかなと。あんまり音入んなかったら、H パターンとクラッチでやってもいいかなと思うんだけど、まあ、そんな感じで始めていこうかなと思いますね。はぁ、怖えなぁ。よし、じゃあ始めていくか。まずイベント。君が参加してチャレンジ報酬を獲得することのできる様々なイベントはここで見つけることができる。好きなルールでドライブを楽しむことができるし、勇気があるなら他のルールを試すこともできる。いっぱいある。めっちゃある。とりあえずキャリアラリーっていうやつ始めてみようか。ランチア。ランチア FF。パワー115馬力、4速マニュアルトランスミッション、自然吸気。4気筒、これでいくわ。おー、アップ。あー、ここでマシンの修理と、チューニングアップグレードか、強化できるみたいね。前もそうだったっけ？なんかスタッフっていうのがいたんだよね。あ、始まった。ポーランド。距離 6.62km。高低差26。結構ストレート多いね。スピード乗るぜ。天候大雨。路面タイプアスファルトダート。ポーランドの田舎道か。いや、降ってるね。今日もね。わあ、グラフィックめっちゃ綺麗。雨の。濡れた路面がぐっちぐちになってる。超綺麗じゃん。ちょっとゆっくり行こうな。タイヤってウェットタイヤ、ウェットもクソもねえか。ミディアムタイヤ推薦だって。これで行こうか。摩耗具合も見れる。うわー、怖え、緊張する。ゆっくり行こうね。スタート6レフト、エクストラ、エクストラロング。あ、そう、日本人のね、コドライバーがいたんだよね。6レフトオープン、オーバージャンプ、それにした。うわ、めっちゃ振ってる。こーわ、待って、ハンドブレーキ文字。5行くぜ。4 3、やーべー。2 1、 5。 よし、来た。1ライトタイトゥーン、グラベル1 2 4、レフトロング30。だって1 4 1がきつくて、4が若干緩いと。うわ、すーげーギラついてるよ、路面が。すげーゆっくりだよ。勘弁してこれ。いや、でもこの道100キロ出したら怖えぜ、実際。 ABS もついてないからさ、多分速攻もくすると思うよ。ライト、オーバークレスト、ジャンプ。6だから、緩いよね。うわぁ、次ハンドル取られる。こーわ。ライト、エクストラロング。ちょっと速度落とすな。100キロ以上出すとダメね。6から5の、速くてわかんねえ、指示が。30。やべ、狭くなってきた。ライト、エクストラ、エクストラロング。6からの6。そこばっかりじゃねえかよ、危ねえだろう。うわー、取られる取られる。これ取られんの分かるかな。めっちゃ取られんのよ、ハンドルが。6、わだちみてえのが。いや、3だと結構きついでしょ、これだね。レフトロング、ハイトゥー、ターン3。ゆっくりか。
買い物気分でさ、ポーランドの街の、ポーランドの田舎道をさ、ゆっくりこ、ゆっくりこ、危ねえ、ゆっくりなのにもう危ねえってどういうことだよ。フラットレフトオーバージャンプ30、先も見えねえしよ。レフトロングオープンオーバージャンプ、エクストライクストラロングオープンオーバージャンプストラロング、これなんだろう、ジャンプポイントかライトねってやつだ。イントゥー6レフトオーバークレストチャラインテゥー5ライトロング、ハイトゥー4、怖っ。36ライトイントゥー4、結構きついぞ。ハイトゥーオーバークレスト、6から4に入る、左の4、あれだ、イントゥー6ちょっと速度落として、いいねいいね、レフトエクストラロング、ハイトゥー4、ちょっと踏んでいってみようか。イントゥー4ライト&4ライト、こんなきついわ、かぶねレフトロング、すげえ盛り上がってる、オープンオーバークレスト、この辺きついわ、4-3だから。イントゥー4ライト&6レフト80、とにかくさ、あの無傷で帰ること大事だよ、サバイバルだと思ってさ、バトルロワイヤルだと思って、やべ1だ、どこ1、これか、ターンマック300キープライトイントゥターン1、すげえゆっくり来たね、サイドヒってさ、ズザーみたいなのできねえよ、来るよ1でしょ、いいね、え6ライトオープン80、よしフラットクレストスロー63レフトロングハイトゥーターン1、3から1の40グラベル5ライトオーバークレストエクストラロング、こんなまったりしたゲームだっけ、オープン6オーバージャンプロング、回せねえんだよ、怖くて。3レフトオーバークレスト、オープンイントゥー6ライトロングオーバークレスト、3から6イントゥー6レフト6だから飛ばしていこう、オーバービッグジャンプ、オーバービッグジャンプ、これか、やっべ、ライトオーバークレストイントゥーイミディエイト6レフト100オーバージャンプ、ちょっとねライトロングハイトゥー、端っこ行ったら終わりだ、これ何これ、オープンオーバークレスト、あ、緩いね、レフトキープライトオーバー36レフト30、だいたいギアと同じくらいなのかな、あの数字が、レフトロング、このライバーの言う数字がフィニッシュ80トゥーストップ、あ、フィニッシュだって、よっしゃ、マーシャルの位置で停止、リアル、どうも、はい、このステージの車はどうだった、5分15秒サービスではセットアップを変更するか、お、ビリじゃない、嘘でしょ、俺以外にもビビってるやついたわ、4人ぐらい、1人リタイアしてるし、飛ばしたな、あのストレートで、じゃあリプレイ見てみる、おお、ヘリしてんだ、ラリーっぽいね、うわー綺麗ね、走ってんじゃん、それっぽく、遅えけどさ、いや取られてんだハンドルな、やっぱな、かっけえかっけえまったり走ってるわ、だって危ねえもんな、こんな道な、
こんな丸太抜き出しのさ、ぐっちゅぐちゃの路面飛ばしてんじゃん。いいね。いきなりウェットからって、さすがこのゲーム、こういうとこ見せ場なんだろうな。うまいこと走るねけどさ、でもさ、一回も当たんないでいけたのはまあまあまあ合格でしょ。で、だんだん分かってきたらペース上げていくけど、ペース上げてったら途端に難しくなるのも、さっきちょっと片鱗見たっていうか、誰も乗ってねえよ。あれ？誰も乗ってないよ、これ。ハンドルも動いてねえわ。今時珍しいね、そういう。滑ってる、滑ってる。少しペース上がってきたね、やっぱりね。後半慣れてきたのか。ゆっくり行ってるつもりではいるんだけど。ああ、ここちょっと端っこ乗り上げたとこだね。いいね。誰も乗ってねえ。シフトも動いてねえし。ドライバー表示オフになってんのかな、オプションで。後で見てみるか。いやー、じゃあちょっと次行ってみようか。いや、面白いな。続ける。